カーツトレーニングとは腕や足の付け根を専用のベルトで締め付け加圧し血流量を適切に制限した状態で行うトレーニング法。発明者であるボディビルダー佐藤義明が1966年法事の席で星座による足の痺れと腫れにヒントを得て編み出したトレーニング方法である。血流量を制限し上司 または歌詞に血液を貯留しながらトレーニングを行うことで上下肢内の乳酸濃度が高まる。トレーニング後に専用ベルトを外すと高濃度で溜まっていた乳酸が体内に流れていき、それに脳下垂体が反応することにより成長ホルモンが分泌されるとしている。器具の共同開発者である宝田雄大は加圧の目安や自分で器具を作るための 材料などを表した薬いらずの肉体改造法という書籍がある。また、自身のホームページでも本書の内容を掲載している。著書では、低酸素性筋力トレーニングという用語をカーツトレーニングの代わりとして用いている。カーツインストラクター、カーツスペシャルインストラクターは私企業であるカーツジャパン株式会社が独自に発行している。 民間資格でトレーナー講習の受講を必要としている。一方、資格がない素人でも自らカーツトレーニングができる商品もカーツジャパンは販売している。一方、これは民間資格であり特許期限が切れたためインストラクターの資格などなしに誰でも指導することが可能である。カーツトレーニングに関する発明である。 筋力トレーニング方法は1993年11月に特許出願され、1997年7月4日に登録された。出願から20年である2013年11月22日に、この特許は切れたこととなる。専門家によると特許が切れるとカーツトレーニングのアイデアはパブリックドメインとなり、他社がカーツジャパン社の営業秘密の不正取得。 三照以下の名称や登録商標を用いたり紛らわしいロゴ表示を用いず、同社の著作物をコピーしないことを条件に、同じようなトレーニングの商売を行ったり、器具を製作、販売することが自由となる。その結果価格は下落し、消費者はメリットを得られることとなる。なお、加圧と除圧をする従来のトレーニング方法とは別の特許を2012年取得しているが、 元来の血流制限下での筋力トレーニングについては期限が切れているので自由に行うことができる。この特許は2011年無効審判請求されたものの特許維持申決が下された。この申決を不服とする申決取り消し訴訟が知的財産高等裁判所に提起されたが2013年8月28日に請求棄却判決がなされた。 原告側は最高裁に上告をしたが、最高裁は裁判官全員一致の意見により、当該申し立ては民事訴訟法318条一項により受理すべき、ものとは認められないことから、上告審として、これを受理しない旨の決定を2014年2月18日に、下した。しかしこの時、特許明細変更が受理され特許の範疇に決流を、 止めることなくという制限が付け加えられた。2020年3月25日カーツサイクル、固定サイケルの特許であるカーツジャパンの特許、血管トレーニング特許の方法論が無効になった。この審判の中でカーツトレーニングのデータが血流を止めることなくという特許の範疇を逸脱していることを指摘され、除圧の効果であるカーツトレーニングの効果とされてきた、血流改善効果。 損傷の治癒効果、アンチエイジング効果などは加圧トレーニング特許と関係ないものと判断された。また、従前の特許内容であり、特許の取れないものであり容易に取れるものであるから、無効であると判断された。ありがとうございます。